は一番高いもの見せてくれませんかのコーナーです。はい、お店や施設で一番高額なものを見せていただこうという企画、担当は RSK の元気印宮武アナウンサーです。さあ今日はね、どちらで暴れてきたんでしょうか。ご覧ください。宮武翔吾さんだよ。高いもの案内人宮武翔吾、今日も倉敷美観地区にやってきた。いやー、お店多いからね、どこに行こうかなと迷っちゃうわけですよね。お、桃太郎のからくり博物館がありますよ。ここはでもお高いものって感じじゃないかな。ここはえ、ここ行く。こんにちは、すいません、 RSK の宮武です。突然すいません。こんにちは、住宅さんいらっしゃってます今日。今作業してます。あ、ですか。お連れいただいてもよろしいですか。わかりました。すいません、突然に。すいません。うわ、おるやん。びっくりした、住宅さん。すいません、突然、すいません。ちょっとね、カメラと一緒なんですけど、こちらにお越しいただいていいですか。桃太郎をモチーフにしたからくりで知られる博物館。鬼ヶ島を体験するアトラクションや、夏に開催されるお化け屋敷も人気だが、高いものは？お高いものがお金になると思ってやってきたんですが、桃太郎の資料なので、まあ研究者にとってはものすごい値打ちでしょうけど。え、そんな資料もこちらにあるんですか。資料が1000点ほどある。え、僕ここってアミューズメントパークと思ってました。だから RSK は お化けの時しか来ない。すいません、ごめんなさい。正直もうええかなと思って通り過ぎようとしたぐらいだったんですよ。こんな古い明治時代の屏風とかね。ちょっと待って、住宅さん、明治19年ですから。え、この桃太郎図。そうそう、1886年。え、これちなみに時価でおいくらぐらいです。いや、これは大したことないですよ。今20万ぐらいのものだと思うんですけど。いきなり20万。実は館内には住宅館長が50年かけて集めた貴重な文献や絵画が1000点もある。これは期待できそうだ。このコレクション、まあ、これは10万ぐらいの。え、10万ですか。え、なんか80年前なんですよ。あ、そうなんだ。え、見えないですね。いやいやいや、はあ、ドイツ製。このオブジェは戦前ドイツで店の前に置かれていたものらしい。インドネシアの観光ガイドブック見たら、倉敷紹介するこの桃太郎のからくり博物館のメインの写真がこれになってる。なんで。本当にインバウンドのきっかけになってくれてるわ。そしてかなり珍しいというものが、はい、こちらですね。でかっ、見てこれ、ほら鬼の面なんですけど。そうです、木なんですこれね。木彫りですね。木彫り、はい。え、これちなみに手に取ることできませんか。手に取りますか。取るの。いや、絶対大きさをお伝えしたくて。あ、そう、 TBS 来ても外さなかったのに。失礼します、はい、大丈夫ですか、マジで。え、大丈夫、持つと呪われますよ。でも呪われると書いてないですこれ。はい、書いたらみんな怖がるので。どうぞ。怖いものなど何もない。それが宮武。ちょっと落とさんでよ。あ、うん、重いわ。え、何年前の記述って。聞いたところ300年前。ごめん、触って、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ほんま300年だったら江戸時代ですね。そうですね、江戸時代。ごめんなさい、とっても貴重な貴重、貴重です。すみません、ね、え、ごめんなさい、よかったかな。いいです、いいです、ちょっと直しますね。ごめんなさい、ごめんなさい。このお面、もともとはある温泉宿にあったものだという。浮いた温泉。ほう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 。で、あの、そこの水明館という風呂、旅館がもう、あの、閉めちゃったんですけども、その玄関にずっと代々飾られてきたもので、足森川の支流沿いに位置する浮いた温泉。実はその南には岡山の裏伝説で知られる木の城が。この木の城に住んでいた浦と呼ばれる鬼が吉備津彦の命に退治されたという言い伝えが
岡山の桃太郎伝説の元になったと言われているが、実は浮いた温泉も伝説と関わりがある。で、伝説ではその吉備津彦の巫女と戦った浦が傷を治すためにそこで湯治をしてまた戦ったという伝説の鬼の湯ですね。鬼が湯治に訪れたとされる温泉に代々伝わってきたお面。江戸時代の伝説の彫刻職人左甚五郎の作品という説もあるらしい。住田区館長は宿が閉まる時にこれを譲り受けたのだという。ちなみに時価総額で言うと、それは値段がつけられないぐらいだと思います。で、まあ、あのこういうのもあるんですよ。こんなの1000点ぐらいありますの で、 あ、で一番高いものの一つが、はい、すぐ近くここにあります。すぐ近くということはこのショーケースの中、この中にある桃太郎をモチーフにしたからくりで知られる博物館。館内には貴重な文献や絵画が1000点もある。一番高いものの一つが、はい、すぐ近くここにあります。すぐ近くということはどれですか。とってもお高いものっていうのはこれです。あ、これ一番左のこれ、これ書物、はい、これ何ですか。これはね、遠赤雑誌といいまして、桃太郎の日本で最初の研究書です、桃太郎がどうやって生まれたか、さらには桃太郎の正体は誰なのか。面白い。江戸時代に滝沢馬琴がさまざまなことについて研究した内容を記した随筆集。桃太郎といえば、桃から生まれた男の子が犬、猿、キジと共に鬼を退治したというストーリーが一般的だが、桃太郎って、はい、桃から生まれた桃太郎って当たり前のようにみんな知ってますけど、違う書物には桃から生まれたという話だけでなくて、桃を食べておじいさんとおばあさんが若返って一晩で子供ができたと書いてあります。まあ浮世絵してますね。一晩、一晩で、こんだけなんでしょうね、桃はすごい生命力を持ってそういうことね。疑っているわけではないが、確認してみる。だって読めないひらがなのようでひらがなじゃないもんね。これ漢文調和、まあ、ここから老婆桃の実2つを、はい、おばあさんが桃2つを持ち帰り、夫婦でこれを食べたらたちまち若返り、あっという間に男の子を産み桃太郎と名付けた。確かに書いてある。ここには一般的な説も記されている。2つの説が文書化された初めての書物なのだという。偉いことでしょ。偉いことですね。ただあの明治の頃に桃太郎が教科書に載るようになりましたら、うん、桃から生まれるという普通のそっちの話を採用したんですね、うんうんうん、なるほど、教科書、ね、なるほど。で、桃太郎の正体ってどう書かれてますか。桃太郎の正体はもうね、名前を挙げてます。岡山ゆかりの。全然岡山関係ないです。関係ないですか。関係ないそんなもん分かるわけないじゃないですか。でそうなるとその正体は源の為朝。あ、為朝、はい、源の為朝は頼朝の叔父にあたる人物。方言物語に鬼ヶ島に渡ったというエピソードが書かれていることから、桃太郎のモデルは為朝ではと提言している。果たしてこの研究所、お値段は。結構なお値段しましたね。財力がないと手に入らんでしょ。はい、ローンで。ローンで現実的にお値段は、まあ100万ぐらいだった。いや、あんた言いかけたけど、ごめんなさい。本当は住田さん好きなんですね。1811年に記されたその歴史も合わせて初版の実物ですよ ね。もう日本に何個もないですからね。そしてもう一点、見返り美人で知られる菱川師宣に影響を受けたとされる菱川春信が描いた浮世絵。鮮やかな色使いが目を引く作品だ。だいたいこれも100万ぐらい。あ、うん、やっぱ100万いくんだな。
いやもうリアルだもんね、これよく見たら。住宅さんにとって桃太郎ってどんな存在なんですか。まあ、やはりねヒーローですよね。時代を通じて常にヒーローでしょ。一時流行るキャラクターありますけど、はい、うん、もう最強ですもん。だって岡山といえばになっちゃってるしね、はい、そうです。なるほどね。いやいやロマンがありますね、はい、うわー本当にいろんな面白いね貴重な作品、うん、あの資料ありましたけど、やっぱり値段もそうですけど、伝説ってこう聞くだけで夢があってね、楽しいですよ。ロマンがありますね。なんかこう歴史的に貴重な、ね、価値っていうのが、ね、見られてよかったですよね。そうですね、やはり100万以上するんじゃないかなっていう、ね、確かに、ね、現物ですから ね、 ね、はい、いろんな資料もあります、はい、ちなみに桃太郎ですけど、はい、あの山へ芝刈りに行くじゃないですか、はい、芝刈り、あれ芝刈りって何取りに行ったか、なんか 木の枝とか、あ、そうそうそう、うん、知ってた。まあ、そうですね、なんか絵本とかで、あの子供の時に、うん、こうその絵が描いてあったので、あ、そうですよね、こうお城にね、こう背負って帰ってくる、うんうん、さっきニュース読んでた杉沢さんは、あれ本当に芝生刈ると思ってたそうです芝刈り機みたいに芝刈り機山に行ってると思ってそうですごめんなさい、いらない話でした。いやいや、まあ、そんな資料はないですけれども、はい、桃太郎にまつわる面白い、ね、資料もあります。桃太郎のからくり博物館、ぜひ訪れてみてください。一番高いものを見せてくださいのコーナーでした。